の続きのレポートです。まあ日本最北端の町の稚内市を出まして、レブン島に向かっております。すごいこういう感じですね。非常に広々とした。そこに見えるのが、あの右の建物が我々が泊まってた全日空のホテルです。今ミラートを出るところです。すごいですね。広くて、こちらがオホーツク海ですね。